thank you, thank you. I'm so much in the middle of the day. Thank you. So I go back to the one. Sachin Ji. Hi,今ですね、まあ、今日はですね、皆様ネパールというのは多民族国家であると、これだけの民族はネパールに暮らしているんだということが、あの皆さんにお見せできたんじゃないかなと思っております。で早速ですね、次はマガル族の皆さんですね。र यो चाहिँ मगर जातिको हामी अब यहाँ कल्चर यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ स्टेजमा नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बस्ने चाहिँ भोटेली बर्मेली भाषीहरूलाई चाहिँ हामीले चिनिने गर्छौँ। यो चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै चिनिँदै आएको हो र नेपालको जुन प्रजातन्त्रको स्थापनामा चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थापनाको प्रमुख जाति र मगरहरूले एकदमै धेरै योगदान गरेको हामी पहिलो सहित भनेर लखन थापा मगरलाई पनि चिन्ने गर्दछौँ। र मगरहरू साँच्चै नै मगर भन्दा बित्तिकै एउटा गर्वले छाती ठुल्लो हुने 36 इन्चको छाती हुने एउटा जातिको रूपमा पनि नेपालीहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्ने गर्दछन्। はい、今いろんな方に声かけられて全然聞いてないけども、あの、マガル族っていうのは主にですね、あのネパールの中央の部分ですね、パルパとか、それからランプールとかですかね、そういったところに、まあ、カタバン族、まあ、ここからちょっと離れたところですね、ランプールっていうところは、そこに多く住まれていると。でもちろんね、今はマガル族といってもネパール全国に散らばって住んでます。はい、あのすいませんね、ちょっとハプニングとか いろいろありますけれども、ネパールあるあると思ってください。ネパールあるあるでございます。ネパールはよくこういったものがありますからね。あ、またマガル組織的に塗ってられたサービスジーラーエクタメやサモコタイヨーオイルソンゲエクタメウッピストロマイルオイルソンゲエクタメウッピストロマイルオイルソンゲエクタメウッピストロマイルエクタメウッピストロマイルオザオザデレイヤンコハジュンオパスティクロマイルアムラガトゥパウナーウンザワーラバニオザデレイマザファブネサイヤンユーティレワンウィソスケエクスウ。はい、まあ、いろいろご説明するよりもですね、実際に皆さんの踊りを見せていただこうじゃないかということで、早速マガル族の皆さんの踊りを披露していきたいと思います。マガル族の皆さん、ダンス準備大丈夫ですか？ダンス族、はい、じゃあお願いいたしましょう。はい、よろしく。Thank you. サチンジ。はい、今ですね。